はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はなんとなんと、またまたスタジオ1のバージョン 6.5 バージョン6を持っている人は無料でアップデートできます。ぜひやってみてください。今回の目玉というのは、基本的にはドルビーアトモス、これに対応したということです。アトモスというのは立体音響を司るシステムでして、もう数年前からいろいろ言われていて、アップルのロジックなんかでは以前からも組み込まれていたりしていました。スタジオ1にも標準でこのドルビーアトモスのシステムが組み込まれるようになったわけです。もちろんそれ以外にもたくさんのアップデート機能はあるんですけれども、今日はそのアトモスのことについてお話をしたいと思います。ただし僕はアトモスのことをそのぐらいも知らないです。今日までのうちにもなんとか立体的な音を作れないかということで、高価なバイノーラルといってヘッドホンででも音の左右だけではなくって、遠近感とか高さ、そして後ろにも回るというようなものを購入したりして試しては見ていました。もちろんフリーウェアででもそれに近いことができるものはあります。そんな経緯からいろいろ試したんですが、僕には正直ピンときていませんでした。なぜなら自分のシステムが 5.1 とか 7.1 とかのサラウンドのスピーカーがあるわけでもなく、ヘッドホンだけが頼りでしたので、あまり効果が確認できないということはもちろん分かっていましたが、まあこれは未来の課題でいいだろうというぐらいの感覚しかなかったです。でもこれがアップデートされたということで、僕もスタジオ1の解説というのは力を入れてやっている加減上、10本ぐらいの海外の動画ですね、今日の時点ではまだ誰も日本語解説動画というのは作っていませんでしたので、海外動画なんかを見たりしながらちょっとやってみましたので、ファーストインプレッションということで、まだまだわからないことはたくさんありますが、皆さんが体感できるぐらいのところまでお話をしたいと思います。さあやっていきましょう。スタジオ1をアップデートして 6.5 にしてください。そして立ち上げましたら新規を押します。そうしましたら、ここにテンプレートというのが表示されるはずです。そこにサラウンドミックスというのがあります。ここでチュートリアルというのを押しましょう。そうしますと、まあ僕はもうダウンロードをしてあるんですけれども、このカラフルなアイコンの下にダウンロードというようなボタンが出ていますので、それでダウンロードをしてください。するとチュートリアルが出てくるようになります。そして OK をします。チュートリアルというようにこんな案内が出ます。ですから僕の解説だけじゃなくって、これで大まかなところは把握してください。このようにしていくとちゃんとですね、このダイアログも位置が変わりましてですね、この IO というところを操作しましょうというような案内が出てきます。僕は一通り見てあります。まず1個目にはこの左端の IO というところを押して、自分のオーディオの IO ですね、いわゆるどのオーディオインターフェースにつながれているかというところを見るんですが、上側には 7.14 のフォーマット、これを指定して、2つ目にヘッドホンのステレオということでオーディオ IO を設定するようにします。そうしまして、ソングの設定でスペシャルオーディオということで、ドルビーアトモスモードを選択して、希望のベッドと出力フォーマットを選択するということですが、よくわからない場合は、7.12 ベッドと 7.14 出力を選択するといいと書いてあります。こういうようなレンダラーというのがありまして、セッティングできるようになります。レンダラーの設定では、ヘッドホンのバイノーラル、これを選んでおくとヘッドホンででも体感できるようになるわけです。あと各チャンネルのところでベッドとオブジェクトを選びます。上側に
出ていますスペシャルオブジェクトパンナーというものとサラウンドパンナーというのを後で説明をします。そしてオーディオを出力するという時に空間オーディオをエクスポートというメニューがあるのでそれを選びましょうという話です。ドルビーアトモスになったからということで今までのプラグインとかが使えないわけではありません。プラグインは普通に使えるということです。さあ実際の音を聞いたり試したりしていきましょう。一番初めに書いてありましたように IO のチェックをします。特に入力は関係なく出力の方を見てください。そうするとメインに 7.14 のシステムが入っていまして、ただし僕はそういうようなアンプやスピーカーを持っていませんので上は空です。そして下のヘッドホンはステレオということでスタジオ 26C というオーディオインターフェースにつながった状態になっています。プレソナス純正のオーディオインターフェースですが、これはもちろん皆さんの持っているオーディオインターフェースで何ら問題はありません。これを確認して OK をします。するともう音を鳴らすことができます。ここでドルビーのアトモスのレンダラ、これを開きます。今までで言うメインアウト、そこのところにあるドルビーアトモスというこれを押すとこのレンダラーが出てきます。ベッドの方は今は気にしなくていいんですが、上だけはここはバイノーラルにしておきましょう。そうでないと効果が確認できなくなっています。基本これで音を聞くことができます。じゃあ聞いてみましょう。はい、こんなようなサンプル音楽が鳴るようになっています。さあこれだけ聞いただけでは多分確かにそういえば立体感があるなというふうに皆さんのところにも届いていると思うんですが、どうなっているかがよくわからないと思いますので、これ一番左の青いチャンネル、これがドラムです。ドラムを少し大きめにします。そしてソロにしましょう。そしてここのパンの部分が丸いパンになっていますが、右クリックするとサラウンドパンナーということになっています。基本的にはこれの場合こんなダイアログが出るようになります。左右のパンをこの矢印でこのように振ることができます。そしてこの立体的な幅というのがこれで選択できるようになります。狭めにしておく方が定位が分かりやすいかも分かりません。そして下側は音の高さです。上下という意味の高さです。これがこのように動かすことができます。この状態で少し音を大きめにしましたから、この動きを確認してもらいましょう。はい、後ろの方に回ってきました。今度は高さ、今度は距離感です。
左右広げます。はい、こんな感じになっています。2つ隣のベースなんですけれども、ベースにはオートメーションもかかっています。ベースレイヤーというのがリードというふうにここがなっていますよね。これはオートメーションがかかっているということです。これをちょっと大きめにします。これで聞いてみましょう。これはオートメーションですので自動的に動きますが、これを見ててください。このようにパンの X と Y、 これをオートメーションかけてあるから自動的にベースが左へ行ったり右へ行ったり、そして上へ行ったり下へ行ったり、そんな動きができるわけです。次はギターのトラックでやってみましょう。ギターのトラックといってもジャーンというような白玉があるだけですけれども、これもパンナーを見てみましょう。こんな感じになっています。これはオートメーションがかかっていませんので、今は右前方にあります。そして高さはちょっと高い目のところにありますが、これを動かしてみましょう。はい、このような立体感が出るわけです。それではもう一度聞いてみましょう。いちいちこのようにパンナーを出さなくっても、この小さなところで若干の動きは作れます。動かしていきますので聞いてみてください。こんな感じにできるんですが、僕の今分かっているところだけでちょっと素晴らしいことがあります。この各トラックのパンナーのところで右クリックをしますと、その他というのがあります。はい、ここにいろいろリストが出ていますけれども、どちらかというとステレオとかの効果を扱うようなプラグインが自動的にここに読み込まれています。皆さんのよく知っているのであれば、オドンのイメージャーであるとか、ウェーブスのドップラー効果が出るようなもの、もしくは僕が
ちょっと高価なものとして買いました DearVR Pro というこういうのがあります。これを選択しますとパンの指定をこのソフトでできるようになります。見てください。このように別のソフトでこれを指定することができるわけです。ちょっと聞いていただきましょう。ドラム大きめにします。今度は高さ、はい、このように自分の持っている 3D のソフト、そういうものでパンニングをしたりエフェクトをしたりということまで追加ができる素晴らしい連携ができるようになっています。まだまだわからないことばかりですけれども、皆さんももう少ししたらいろんなところから情報が出てくると思いますので、ぜひ一度このチュートリアルをうまく使ってスタジオ1のバージョン 6.5 のドルビーアトモスをバイノーラルで体験してみてください。今日はファーストインプレッションということでお話をさせていただきました。村長スタジオでした。